滝沢歌舞伎千秋楽おめでとうございます。最後まで無事に9つの桜が華麗に舞いますように。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて歌舞伎に関わる方、ジャニーズ関係者の皆様、市川團十郎さんご一家を中心に配信してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は千秋楽ですので、スノーマン滝沢歌舞伎ゼロファイナルツイッターの皆様の声を中心にお届けさせていただきます。滝沢歌舞伎入りたかったな、劇場での観劇が難しいのはわかるけど、生中継のチケットも取れないなんて、千秋楽入りたくても入れない方大勢いらっしゃると思います。映画館でのアーカイブの上映を強く希望します。昨日は滝沢歌舞伎を映画館で見てきました。最高でした。見てる私が緊張しました。笑い。大千秋楽おめでとうございます。スノーマンキャスト、スタッフ、すべての方々が怪我なく無事に幕が下ろせますように。映画館で9人の勇姿を目に焼き付けてきます。今日は日本中が大きな愛とともに温かい涙と満開の笑顔であふれるはず。本日滝沢歌舞伎ゼロファイナル千秋楽、長い間春の演舞場に満開の桜を咲かせてくれましたが、これも今日が最後。今までありがとうございました。そして最後まで支え続けたスノーマン、お疲れ様でした。最後、演舞場、日本中の映画館を沸かせてください。その他多くのコメントが寄せられていました。本日千秋楽です。